フィギュアスケート選手やタレント、女優など幅広く活躍している本田望結さん。今回はそんな本田望結さんが嫌われている噂について見ていきたいと思います。本田望結さんを嫌い、ムカつくという声が多数あるようで、子役時代は人気がありましたが、大人になるにつれて嫌い、ムカつくといった声が多くなってきているようです。一つ目の理由が偉そう。本田望結は喋り方や態度が偉そうで嫌い、ムカつくと言われています。本田望結さんが偉そうと言われるエピソードは、スタッフにタメ口、態度がでかい、共演者に偉そうな話し方、フィギュアスケートを偉そうに語る、一人だけテーブルに手をつくなどです。芦田愛菜さんの性格が良いと高く評価されていることもあり、同時期に子役として売れた本田望結さんは偉そうで嫌い、ムカつくと比較されることもあるようです。2つ目はうるさい。本田望結さんがうるさいと言われる理由は、声、ずっと話すから動きと言われています。本田望結さんの喋りや動きが大きい時もあるようですが、番組を盛り上げようと一生懸命なのかもしれません。3つ目は化粧濃い、ケバい。本田望結が以前と比べて化粧が濃い、ケバくなったと感じる人が多いようです。確かに比較すると本田望結さんの化粧が濃くなったと感じるかもしれません。フィギュアスケートでは濃い化粧が必要だったりすることから、仕事内容で本田望結さんの化粧の濃さは変わっているようです。4つ目はオリックスファン。本田望結は阪神ファンだったのに急にオリックスファンになっていて嫌いと言われているようです。本田望結さんは野球が好きなようで、プライベートでも阪神やオリックス、甲子園の試合などを見に行っては感想を SNS に投稿しています。一つの球団を応援しているファンにとっては、本田望結さんの様々な球団を応援する姿勢が嫌い、ムカつくと思う人もいるようです。また本田望結さんの幅広く応援する姿に、ビジネスファンなのではという声もあります。そんな本田望結さんはオリックスの山本選手の大ファンと名乗っており、さらにその愛が暴走気味で、野球関係者はじめ様々な方から惹かれています。本田望結さんは13歳から関西テレビのスポーツ番組小やぶるスポーツのアシスタントに起用されており、同番組で山本選手と出会い、ハートを射抜かれたようです。昨年は山本のインスタグラムの投稿に大好きですとハートマークを72個もつけて返信していたことで話題になりましたが、10月17日放送の日テレ系踊るさんま御殿では、今春から一人暮らしを始めた自宅に山本選手しか入れない部屋を作ったと発言しました。また、誕生日に山本からサイン入りユニフォームを送られたが、体臭を閉じ込めたくて開封できないというエピソードにはスタジオも引いていました。本田さんは今年の日本シリーズ第2戦、テレビ東京系列の中継でオリックス側のベンチリポーターを担当しました。しかし、グラウンド入りしたのはオリックスの試合前練習の終了後で、女優なのでメイクに時間がかかったのは仕方ないにしても、あいにく第一戦に登板した山本はベンチ入りすらしていませんでした。第一戦で山本が炎上してピリついていたオリファンからは、公認ストーカーなどと散々な言われようだったそうです。また、オリックス球団関係者からは、本田さんはガチ恋ですよ、ぐいぐい来ていて球団としても無下にはしづらいので困っていますと言われているそうです。さらに山本選手本人はちょっと怖い、勘弁してと周囲に漏らしているとも言われています。その一方で阪神側からは、本田さんがオリックス愛を叫ぶようになったのは山本と共演した21年頃からで、それまで本田さんは阪神ファンで、その中でも元阪神の鳥谷敬さん好きを公言していました。今年4月にはデーデーで鳥谷さんと共演し、恥ずかしさのあまり顔を直視できずに規制を発しているほどでした。本田さんの所属事務所に山本選手への推し変について聞いても、特に今回は回答しませんといった返事だったそうです。フィギュア選手と女優の二刀流を続ける本田のインスタグラムには、堂々と二刀を追う者だけが二刀を得るの言葉があります。5つ目はうざい。本田望結さんがうざいと言われる理由は、 SNS の投稿にもあるようです。彼女目線のような発言と画像の投稿が一部の人からうざいと言われる要因になったようです。
ファンの人からするとかなり嬉しい投稿ではと思われますが、どうやら完全にそういったわけではなさそうです。6つ目はナルシスト。本田望結のナルシスト具合が嫌いと言われています。その理由は SNS に自撮りばかり載せるからのようです。確かに本田望結さんは自撮りをよく SNS に載せており、自撮りナルシストかは分かりませんが、本田望結さんを嫌いな人はムカついてしまうようです。7つ目はコメント欄。本田望結さんの SNS のコメント欄に気持ち悪いコメントが多いから嫌いと言われています。これは本田望結さん自身も風評被害になりそうですが、本田望結さんの X のコメント欄はかなり荒れることで有名です。下ネタだったり本田望結さんの胸のことを言う人が多いようです。こればかりは本田望結さんのせいではないですが、コメント欄を見た人は嫌いだと思ってしまう要因になったようです。嫌いという声が上がっている本田望結さんですが、もちろん好き、可愛いという声も多く上がっています。本田望結さんには賛否両論出ていますが、ファンに愛されている方であるのは事実です。そんな本田望結さんですが、実は家政婦出演前の同年にキスマイフット2の玉森裕太さんや藤ヶ谷大輔さんが出演したドラマ美男ですねの第1話にも出演していました。雑誌の取材の際、本田さんは藤ヶ谷さんがすごく優しかったとお母さんと盛り上がっていたそうです。その後藤ヶ谷さんが美優ちゃんとママの3人でご飯を食べに行ったと笑っていいともの「テレフォンショッキング」で明かしていました。藤ヶ谷さんとしては相手は子役だしお母さんも同伴だから問題ないと思って話したようですが、どうして連絡先を知っているのか。藤ヶ谷くんが30代後半になったら本田望結も20歳になっている、本田望結には気をつけろなどと女性ファンが悲鳴を上げており、ジャニオタは当時から本田さんは将来危険だと感じていたようです。また桜井有吉座夜会に出演した本田さんに子役時代に共演歴があるという俳優の向井理さんからメッセージが送られ、いろんな視線の動かし方とかドキッとする、ちょっとした仕草にも出てる気がする、色気みたいなものがと大人の女性に成長した本田の印象を語っています。同じく子役として15年の付き合いがあるという鈴木福さんからも、ちっちゃな時から大人に好かれるのが得意だった、あざといみたいな、そういったところが改めて開花してる、女性らしさ、女、みたいなのを感じますねと語られています。